んです。ありがとうございます。めっちゃやりづらいわ。ありがとうございます。やりづらい。いや、やりづらい人はポッケ手突っ込んで飲まないの。何飲んでんの。ありがとうございます。うわ、やりづらいわ、この感じ。どうこそ。よろしくお願いします。いやいや、なんかそのキモい下からのやつ。タバコ吸います。タバコ吸います。一回ね。一回ね。一回吸おう。ゆっくりやろう。いやいや、はじめまして。あ、はじめまして。カルビーと申します。あれ、カルビーってはじめまして。いや、なんか俺も一回会ったんちゃうかな。手錠の時会ってないっけ。いや、俺僕会ってない。あ、そっか。そう、動画越しだ。そうだそうだ。ああ、あの時はいっぱい悪口みたいな言った。いや、俺多分言ってない。いや、俺も言われてないと思う。釜かけてみました。なんで釜かけたの。なんとなく釜はかけるだけただかな。いや、ようやく来てくれた。いや、友達って言った、友達ってちょっとやめて、ちょっと聞くのも恥ずいじゃない。俺と友達だっけって言うの。それやばいでしょ。やべえか。やばいやべえか。だいぶ肩のに降りたわ。まあでもほら、ネクスで首なっとうけ。やめとけよ。やめとけ。ネクス首なっとうけ。いや、首とかじゃない。戦略的解散だから。あ、円満円満だよ。円満大丈夫。ちょっと、もう、レペゼンみんな引くな、それ。本当にな。みんな不仲であってほしい。いやー、終わってほしい。ちょっと、俺なんかちょっと怖かったのよ、なんか。やっぱレペゼンってやっぱ仲いいやん。ああ、仲いいけど、ホイが最近個人活動めっちゃ多いから。いや、確かに。いや、多いんじゃないっちゃ、別に。いや、なんかもう、しかも配信の方行ってるやん。そっち行っちゃうんかなって。で、ちょうど俺がその考えた時、誘った時が、うん、その社長と銀太が喧嘩してるみたいな。あ、そっか、そうやった。そう。だから、もう、あ、結構俺、ちょっと不安になっちゃって。そっか。レペゼンは嫌やなって思って。レペゼンがそれになるのは嫌だな。なるほどね。あ、ちょっと、二人の距離があるな。いや、まあ、一人しか。何歳なんすか ?31 っす。え、まあまあ、おっさんじゃないですか。おっさんえ、だから堂々としないと。じゃあもう今日から俺タメ声で。そりゃそう。そうでしょ。年上なんですか。うわ、いけ。でも九州やもんね。あ、九州。どこっすか。熊本。あ、熊本なんですか。あ、じゃあ別にそう。福岡の場合とかないから。あ、別に。ないから。いや、え、福岡のどこ。え、しかもすいませんけど市内です。強いわ。そうなんや。俺熊本でも人吉やけ。どこっすか。人吉どこっすか。鹿児島の県境。やっぱりそこあるよ、県境。いや、でも俺やっぱなんか方言出るわ。こんだけ方言バリバリやったら。あ、マジっすか。普段全く出ない。あ、そうなの。うん、でん。でんって言ってる。珍しい。やっぱ近いの九州と熊本って。九州の中に熊本。ああ、ごめんなさい。福岡と熊本か。福岡と熊本って。福岡と熊本めっちゃ近い。あ、近いじゃん。なんだっけ、上下やけ。1階と2階みたいな。まあでも、本当に、福岡のやつはマウント取ってくるんで。マジでバカにしと。いや、そう、本当に。で、熊本もそれ、分かってる。だって、カルビ、熊本出身とか言わない。九州とか、あとなんか、いや、俺、実際熊本だけど、もう東京の方が長いから、実質東京や。あるある。あるんだ。あれやっぱもう福岡のやつは福岡以外の県全部バカにしてる。マジ福岡のやつマジ強いし、それを他の県も嫉妬。ああ、そうなんだ。福岡のやつマジ強いね。ちゃんと事実やしね。でも可愛い子多いっていうもんね。福岡は多い。いや、でも熊本も多い。いや、九州がまず可愛い子。そう、いや、そう、熊本も多い。あ、多い。そう、九州が多いんだ。で、九州って上がっても福岡で止まるわけよ。ほう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 。なるほどなるほど。そう、あのあっこ関門海峡越えんのよ。ああ、関門海峡ってのがあるんだ。そう、あの福岡と山口をつないだ橋があるけど、あの橋絶対渡らんと。あ、もう行かないんだ。福岡まで行って状況ない。ああ、なるほどね。九州の可愛い子が福岡全部集まった。あ、そこで止まっちゃうんだ。そう、東京に行かないんだ。そうで、ちょっと頑張っても大阪よね。そう、ちょっと頑張っても大阪。ちょっと頑張っても大阪。大阪まで行ききらんと思うな。でも俺もだから、その福岡の人ってあんまり東京とか来ないイメージあるの。そう考えると、レペゼンが東京来たのってやっぱすごいよね。だけどなんか、その東京で会う福岡の奴らはマジ仲間意識やばい。あ、そうなんだ。うわ、友達みたいな。いや、それ羨ましいな。いいやろ。え、どこ行ったっけ。俺東京。あ、どこ何行く。え、それいいだろ別に。いや、いいやろ。いや、別に何でもいいよ。いいよ、いいよ。絶対言うな。いいよ、いいよ。武蔵野市って。あ、お前マジで。だったら、だったら、全然東京以外の方がいいよ。はいはいはい。じゃあ、武蔵野市ってどれだけすごいか知ってる。いや、開発前やろ、だって。開発、めちゃめちゃ。開発前の武蔵野市。いや、開発前じゃないよ。開発済み。開発前の武蔵野武蔵野も、だからもう、それもう、武蔵野からもちょっと遠いしな、でも。だって、相馬の都市なら開発前や。どういうことや。え、だってまだある、結構最近じゃないかな。いや、俺めちゃめちゃおじさんじゃないよ、ほんと。33とかだから。だから、そう、ぼちぼちでもいけちゃう。俺の時からも吉祥寺とかさ、知ってる？吉祥寺わかる。わかるでしょ。あそこ武蔵野だから。いや、じゃああそこ吉祥寺。え、違う違う、武蔵野市な。
じゃあ武蔵野市やけど吉祥寺の方が有名やけ。まあ吉祥寺は有名だね。うん、うん、で俺のところも近いからまあまあ言うて俺緑町ってとこに住んだよ。どこ緑町本当に本当にそうみたいなとこ住んだわそうやろ緑町ビッグアキオのそうビッグアキオって本当に二度と言うなマジで先生これ広がるやからビッグアキオ広がりそうだいやしかもなんなら俺なんか前言われたのがワキオさんの真似ですかみたいな言われるあめっちゃいやしかも、うん、いやなんか、うん、いやなんかしかも、うん、やっぱワキオの相馬も、うん、やっぱなんとなく消えないじゃないですか、うん、あ消えない消えないそこマジで通っちゃうワキオもなんとなくだってあいつ、うん、なんもないやんワキオって何もないんやあいつに関してはもう転々としすぎて俺はまだ YouTube どっしりやってるやん別に二人とも、うん、放浪民族やいやいやあいつはツイッチとかやってるやんいやじゃああいつはさでもツイッチとかやっとるけど、うん、でも別に日の目浴びてないいや確かにねだからあいつのなんかゲーム配信見たことある、うん、30人え30人とか見とっちゃう、うん、30人見とうのにマジでコメント拾わんと1000人見とうやつの態度っちゃうええ30人だよコメント絶対拾える量しか来てないんだよ読まんとあーもうあいつにはあいつにはイマジナリーコメントが見えとうわけよなんで拾わない知らんこいつ嫌やわと思って態度嫌だ嫌な配信と思ってさちょっと過去の栄光がすごいタイプだからねわけよあんた変わらないやんいやいや俺はもうめちゃくちゃ泥臭いよ俺わけはそうなの泥臭いいやいやいや俺わけより謙虚だもんだそこだけは確かにそれは違うわわけよはだから俺初めて会ったのあいつ18歳の時なのあいつの初めて YouTube コラボが俺だったんだけどその時からもうめっちゃおもろかったからでその時からもう全然成長しないほんとあいつはこれ今さでも動画見たやつはさ、うん、本当にワキオのこと嫌いなんだろう嫌いじゃないじゃあ俺とあいつ何回じゃああいつに、ね、俺何回も言うのお前最初の時あんなおもろかったんだから伸びしろおかしいぞと言ってるけどあそうっすかねアイコス吸いながらあいつそれあるあいつあるあいつそれあるでこっちは良かれと思ってそうあいつなんかちょっとそういうなんかそうツヤなとこあるよな、なんか。だからあいつはでもモテるのが良くない体育さえ やらないタイプ。あ、そうまだかっこいいと思ってた。そうそうそう。そうだね。これ、ワキオと絡んだら分かりますよ。あ、こいつ。でもね、ワキオ俺、何回か飲み行ったことあるけど、そうね。でも、可愛いのよね。あだから、全然嫌じゃない。そう、あいつへそ出とうし。あいつ、いい子ね。めっちゃピンクね。マジで、世界で一番いい女の乳輪やし。マジで。世界で一番いい女の乳首しとるよ。あれ言われた時もちょっとドヤ顔するよ。でも、あいつ、あれ言われた時は、ちょっと恥ずかしそうな顔できる。ドヤ顔の奥に、ちょっとした恥ずかしさがある。ちょっと照れてんな。それがいいぞ、マジで。いや、だから、脇はやっぱ可愛いんだよ。可愛いんだよ。そこが俺と、俺も可愛い。いや、相馬でも相当可愛い。だってやっぱ、なんか、キモ可愛いみたいな。キモ可愛いんだよ。なんか、ブサ可愛い。あ、ブサ可愛い。でも、可愛くはあるんだ。ナマコみたいな。ナマコは可愛くねえだろ。ナマコの可愛いって言ってるの。なんか、遠くから見たら可愛いやん。近くになるとちょっと嫌だみたいな。嫌かな。でも、友達まあ、友達ではある。いや、じゃあ、偉いんじゃなくて、その味が嫌いよ。まあ、そもそも好きじゃないんで。そうだって、ほうれん草あんま好きじゃないでしょ。ほうれん草ってみんな嫌いじゃないですか。好きやっぱもう好きではないけど。僕ほうれん草アンチなんですけど。アンチほうれん草。まあまあ一回聞こう。自分がほうれん草嫌いだったとして、食べないじゃないですか。嫌いだったら。もう嫌いだ。偉いねって言われても。まあ別に嫌いだから。そうなんですね。ああ、またじゃあそういうことか。やっぱほうれん草嫌いだし。ほうれん草嫌い。どうでもいいんですよ。カルフィーほうれん草嫌い。なんかほうれん草界隈で敵に回して。ほうれん草農家。狭いよ、それ。しかもそれで言うと、俺ら緑に頑張ろうって言ってるやん。ほうれん草好きじゃないあかんよ。狭いとか言って。狭いとか。狭い、狭い。俺ら3人のイメージみんな悪くなる。俺ら3人になってる。そうです。俺は緑のイメージが下がるから、お前。こういうの緑のイメージはもうめっちゃ低い。いやいやいや。俺だって緑髪でかっこいいやつマジ見たことないけど。いやいるやん。だから自分が緑したんや。じゃあ、俺が緑を変えなきゃいけない。緑のランク上げる。ありがとうございます。だって緑髪で俺の周りの知り合いは千葉にゃんと相馬と脇尾なんだもん。あ、確かに。ダメなのよ。ダメじゃない。ダメじゃないけど。サンバカトリオみたいな。サンバカみたいな。まあ、かっこいいとはあんまり、ちょっと違う。面白い人たち。だって、キャラクターでも、ジョーカーとゾロぐらいじゃない？ああ、でもかっこいいじゃん、ゾロ。でもなんか他の色ってもうちょっといっぱいおるやん。ああ、まあね。かっこいい。あ、まあ2体だけでいったらね。ちょっと薄くない？まあちょっと薄いか。あと、緑はデクもいる、最近は。いや、それなんか、デクはかっこいいとかではなくない？ああ、デクは違う？いや、それなんか、なんかそう、わかる。まあわかる。
俺デック好きなんや。デックね、緑や。あと六輪も好き。なんか緑やけん。いや違う違う違う。緑のキャラってなんか必然的にちょっと落ちこぼれキャラになりがちなの。ああ、それってやっぱ緑や。いや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 、本当にだから悪いよね。だってそうよね。だって六輪とかもさ、まあね、できないから頑張るみたいな、ね、努力で。デックもそうじゃん、個性ない。マスターと一緒ないよ。確かに確かに。でもそれが俺の中でちょっとあれだなって、緑の強キャラはゾロぐらいなのね。まあそうね、ほんとそうなってくる。そう、ジョーカーもやっぱもう あれだから悲しき。まあそうだよね。そうそう、そう悲しきピエロやから。なんでみんな過去背負ってるの。緑ちょっと過去があるから。あるよね。だからそこはやっぱ。そうなのかな。いや、一緒に背負ってこいよ、それ。いや、別に俺はすぐ染め直す。すぐ染め直したの。うん、すぐ染め直し、別に。色落ち汚いし。あー、まあ色落ちは汚いね。でもカラートリートメントするの。カラートリートメントめんどくせえし。うん、そうなんや。そうそう、持ち運び別に。あれじゃない。いや、もういいじゃん、緑しよう。ちょっとごめんなさい、緑。まあ、まあ、それはもう緑でね。あ、いいね。じゃあ、見せて、見せて、見せて。ああ、いいね。すごい、仲良さそう。どこが仲良さそう。どこが嘘ばっかつくぞ。いや本当に相方が嘘しかつかない。大丈夫。いやめっちゃでもなんかおもろいわ。ちょっと今日両方にさ、もうめっちゃちゃんと話しくってくれるやん。だからちゃんと目見て喋るから。そうそれがこう新鮮かも。友達んちの友達の格好っすね。まあまあ、その、まあ、今カメラ回っとるけど、なんか立ち振る舞いとなんか いろんなのが遊びに来た友達んちの方なんだ。ああ、まあ遊びに来た友達じゃなくて、俺が遊びに行った家の家主も。俺らがね、俺らがゲストみたいでね。そうそう、俺らがゲストで、あおよーみたいな。いや、でもこれでもカルビ変わったの。逆に言うと、その、もう最近なのこうなったの。韓流系とかで。あ、でもなんか動画見た時、なんか俺結構そのイメージはあったかもしれない。そう。でもそれ、綺麗めにしてましたね。そう。それで、まあいろんなことがあって、変わったの、それで。いろんなこといろんなことがあってね。あ、未成年引行みたいな。あ、ないだ。あ、やってたっけ、それ。いやいや、やってない。反省だ。いや、まあもうそういうことだ。俺に引っ張られちゃダメ。俺に引っ張られちゃダメ。これでまた切り抜きここできるから。カルビ未成年。終わり。もう終わりです。そう、だからまあまあ、かっこつけるよりいいよね。うん、めっちゃいい。あとやっぱ合わせてくれね。緑坊主とかにすればいいよね。ああ、でも似合いそうだけど。俺坊主にすんの。緑ロン毛でもいいけどね。てか、あ、ホイのさ、これとかいい感じだけどね、確かに。毛先緑ね。そう毛先緑マジ楽いっすよ。あ、毛先緑はいいよね。リタッチしなくていいんで。フォイがかっこいいから俺がかっこよくなるとは限らん。まあまあ、でもそうです。いや、まあ、そんなこと言い出して、まあ、ね、いや、一回やってみよう。一回だからやるって。嫌なんでしょ、緑が嫌って。全然嫌じゃない。いや、待て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 、もう言えばいいや。緑が嫌って。いや、待って、嫌じゃないから。嫌じゃない。俺だって全身緑の服ももう買ったし。いや俺も私物結構マジで緑多いっすけど。マジじゃん。これも本当に好きじゃん。本当に俺は緑結構好きです。これもだってうちの。これ自前なん。これはそう、俺緑結構別に嫌いじゃん。いや、でも緑これそんなではないからね。いや、緑好きって俺好きって言ってることだよ。全然違う。いや、そうなん。いや、でも本当多分緑好きは相馬好き。うん、そこから好き。いや、緑マジで嫌いっすよ。普通に意味がわからない。いや、でも緑あの色の存在がわからない。自然にあんなにいっぱいあるのに今更いるにしなくてよくないですか。お前もう本当にツンデレが過ぎる。本当に可愛いやつやな。植物でいいじゃないですか。いやいや、もうちょっと開けるか。やばい。これじゃウィミーだね。ウィンウィンとかやってウィンやん。俺のチンコ見ることがウィンやん。なん、ダメやん。いや、でも俺は別にホイはあれだよ、その、いけないよ。ごめんだけど、分かった。チンチンは好きなの。チンチンはね。でもホイのチンチンって気になんない、ちょっと。気になるも何も。でかそうじゃない。だから見たことない。でかそうではある。多分ちゃんと見たことない。体育館でも出しとった。いや、でもがっつり見てないじゃん。そんな、がっつり見られるような回はこれまでないんだよ。別に俺たちいろんなやつのチンコを見てきたよ。けど、がっつりチンコを見る回はかつて一度もなかったよ。確かに。だから相馬が見るときはもうこうじーっと見るんでしょ。一人だけそうや。そう女の子の見方とは違うわ。違う。それって。違う。裏筋までちゃんと見たいもんね。怖い。しかもなんか、めっちゃ最初の頃はさ、まだやっぱ駆け出しやって。駆け出しのやっぱ、チンコ好きな人やったけ。実は言うとその頃は好きだったよ。いや、がっつり。あの、ちょっとなんか惹かれるかなと思って。あ、強かったの？ちょっと、だって俺、カルビーに、10年来の中なの、カルビーと。そう、10年前に俺の誕生日プレゼントで、初めてその、ニューハブデリフル怒ってくれたもん。あ、へぇ、元から好きって言ってたからね、俺が。ほぼない。そこで開花しちゃったの。おもろ。マジで女っ気ないのよ。うん、いや、ビクビクしちゃうから。いや、さ、チンコが生えてないけん。いや、ちゃう。女の子、そもそも苦手。結婚と
く考えたこと。いや、したいよ、それ。やば嘘じゃねえって。ついてないよ、チンコ。いやいや、別にその、チンコ、チンコ別で賄えるじゃん。いやいや、そんなことしたら揉めるよ。揉めない。チンコを別で賄おうとしたら揉めるよ。いや、でも、いたんだよ、俺、昔。付き合ってた子が、犯されてる相馬さん好きだから、その、3P だったらいいよっていう。そういう女の子も世の中にいるわけよ。ニューハーフの人を呼んで、その3人で、だったらいいよっていう。で、2人でやるのは嫌だけど。相馬さんは犯されてるの普段。犯されてるよ。受けやもんな。受けやもん。そっか。ゴリゴリだよ。相馬は受けてんのか。俺めちゃめちゃ受けてる。受けしかしてないし、ほぼ。でもさ、お前さ、受けしかしてなくてさ、ちょっと難しくなってきた。お前は受けをいつもしてる。うんうん、結婚するときは受けじゃないわけだって、うん、女の子、相手は女の子。でしょ、うん、ってことは女の子相手に受けれないわけであって、うん、やっぱ他でチンコまかなわないかな。いやいやだからそういうことだよ。だから そ, う、ね、それは別にでもだってマイナスドライバー2本ってことよ。そうプラスドライバーが入らないと どうしようもないもん。でもそれはやっぱ今いるじゃん、お手伝いさんとかさ、そういうファミリーとして。今あれじゃん、ファミリーとしてそういうなんかこうヒルナンデスのコメンテーターから歌詞で今あるじゃないですか。教育問題ぶった切ってる。そういう世界観になる可能性もあるなって思ってる俺、正直。いやベッドってことや。今とりあえずまあそうだから なんて言うんだろうな、なんて言うんだろう、まあだからまあそのなんて言うんだろう、まあ結婚する気はありますと。あるあ要は受けさえ許してくれる、うん、いやそう受け許してもらわないと。受け許してもらえる女の子さえいれば結婚願望あると。それはそれ許してもらうとしんどいわ、さすがに。さすがに最後バイバイやる。バイバイ全員バックで終わった方がおもろいな。全員バックで終わらん。ありがとう。いや全然ありがとう。これ頑張って。マジでありがとう。あとチンコ送れよ、写真。えちゃんチンコ写真送れよ。チンコ写真ない。何写真やねん。ふざけんなよマジで。いやーおもろかった。タバコ吸う。タバコ吸う。楽しかったな。いやおもろかったな。